AM ステレオ受信機赤く描かれた AM ステレオ対応を示すロゴタイプが見える AM ステレオ放送の記事では AM ラジオ放送のステレオ化に関するトピックについて述べる研究自体は2波を利用するものまで含めればオーディオのステレオ化の初期からあったが一波による実用的な方式の機材が一般的に利用可能になったのは1980年代以降であった 日本では1990年代に開始されたものの、10年程度で、新機動入局や一般向けの対応受信機は発売されなくなるなど、中波ラジオ放送としては、一過性のブームの意を出ない展開ではあったが、局あるいは、中継機材のステレオ対応については、その後の中波ラジオ以外へのサイマル放送で、活用されているものも見られる。日本では1991年に、 シークワム方式を標準に採用しての実施が決定され、1992年3月15日に、東京放送、文化放送、日本放送、毎日放送、朝日放送の民放五局で開始した。ラジオ大阪は新社屋完成を待って1993年から開始した。これらの当初実施局に続き、10局前後の地方民放局がステレオ化した。 当初は、AM ラジオの最初で最後の進化、AM ラジオの FM 化と言われ、プロ野球中継にて、臨場感を高めたことや音楽番組の、ステレオ放送目的、トーク番組などで流れる音楽が、開始前と比べて、多くなった。AM ステレオ放送に関する放送局の設備は、送信機、ステレオエキサイト AM ステレオモニターなどで構成され、電波の喪失において、モノラルとステレオ、 スイッチで切り替えることが可能な設備もある。しかし当初の盛り上がりの後、継続的な普及に入ることはなく、結果的に導入したのは大都市中派局と実施当時、民放 FM 局がなかった岡山県や和歌山県など、計16局に止まり、札幌テレビ放送が1996年10月7日に開始したのが、最後の新規採用事例となった。その後、 音楽番組の聴取率不振や NHK が導入を見送った影響で多くの民放局で実施に至らずすでに a m ステレオを実施している民放局でも一部のつぼねを除いて親局のみでしか行われていない。2000年代後半以降、モトローラー社が a m ステレオ放送維持に必要な送信機等を2000年代半ばまでに打ち切ったことや放送事業者の経営が売りか、 放送局の送信機更新の際に、エ m ムステレオ放送維持のための装置が2000年代半ばまでに生産終了になったこと、エ m ムステレオ受信機は有り高であったため、普及しなかったなどの理由にて、モノラル放送に戻す事例も続いており、九州朝日放送が2007年4月1日に終了、熊本放送が2008年9月28日に終了、 毎日放送と北海道放送が2010年2月28日に終了。朝日放送が2010年3月14日に終了。STB ラジオが2010年3月28日に終了。RKB 毎日放送が2010年5月30日に終了。TBS ラジオが2011年1月30日に終了。中国放送が2011年3月13日に 終了、山陽放送が2011年3月27日に、終了、文化放送が2012年2月5日に、終了、東海ラジオが2012年5月13日に、ラジオマスター更新に際して、エームステレオ放送を終了しモノラル放送に戻した。2014年10月末時点における、エームステレオ放送実施局は、日本放送 CBC ラジオ、和歌山放送、 ラジオ、大阪など、前言傾向にある。日本では放送開始より、前の1991年10月に、アイワが初の対応機を出し、ソニーがそれに続いた。その他のメーカーからも、対応機は出たが、数年後には、アイワ以外からの新製品はほとんどなくなった。アイワはその後も継続していたが、2002年1月に、ソニーに吸収合併された後は対応した。 新機種はなくなった。2013年をもって、既存対応機種もすべて生産を終了し、同年末までに販売終了になった。日本で普及、定着しなかった原因として、次の理由が挙げられている。以上のような理由で、日本では、AM ステレオ放送は定着しなかったが、以下のような手段で、AM 放送の番組を、ステレオで視聴可能である。AM ステレオの方式も、 参照一派による、AM ステレオ放送の開発に関する歴史は古く1926年11月、アメリカ電信電話会社の PK ポッターが直行編長方式を発明し特許を取得したことが最初である。1958年、ステレオレコードの発売の同じ年2個目で、AM 放送のステレオ化の提案が行われ、その後、WBC、WCBS、 WNBC 軽動化の軽四局が実験放送を行った。しかし米では同時に FM ステレオ放送の標準方式の検討が行われた時期であり、AM 放送前世の中で本格的に FM 放送の進行を図ろうとする連邦通信委員会の思惑があり1960年頃、同委員会は AM ステレオ放送の申請を却下した。 その後1970年に入り、アメリカでは高音質の FM ステレオ放送が人気を、読んだこともあり FM 放送のリスナー数が、AM 放送のそれよりも上回るケースが出てきた。これを機に再度、AM のステレオ化が、全米の AM 各局から叫ばれて、それを実施したい AM 局が集まり1975年9月、全米 AM、ステレオラジオ委員会が設立された。 AM ステレオ方式の標準方式を決めるべく、実験放送等を行って検討し、1977年12月に報告書を FCC に提出した。1978年、FCC はこれを受け AM ステレオの標準方式を決めるために、カーン方式、モトローラ方式、マグナボックス方式、ベラー方式、ハリス方式の敬語方式を選定。その後、 ナムズクによって再度実験、討議され、その中から1979年、ナムズクはマグナボックス方式を標準方式として決定した。これを受けて、FCC も1980年4月同方式を標準方式とする仮決定をしたが、その後、この仮決定の理由と内容が不十分だとして、米国商業放送連盟の大会等で他のメーカーや、 関係技術者から反対の声が相次いだことや他のメーカーからの異議もし立てが、ありこの仮決定は撤回され改めて標準方式の選定に入ったが1982年3月、連邦通信委員会は全ての方式を認可する決定を下し自由競争に任せた。その後米では同年7月、米のケイドか、クの2局が カーン方式による全米発の AM ステレオ放送の本放送を開始した。しかしその後、米大手カーラジオメーカーであるデルコ社が搭載する AM ステレオチューナーの方式にモトローラ方式を採用。この決定がモトローラ方式を採用する AM ラジオ局を多くする契機となった。これを機に1984年10月にオーストラリアでその後、相次いで AM ラジオ放送の標準方式として、モトローラ方式を採用する国が多くなった。またこのことを受けてか、同年12月には、ハリス社が、モトローラ方式の放送システムを製造販売する、ライセンス契約を、モトローラ社と締結したため、ハリス方式は事実上市場から撤退することとなった。その後、日本、カナダをはじめ各国で、AM ステレオの標準方式として、 モトローラ方式を採用したり、また全米でも同方式が AM ステレオを実施しているほとんどの局に採用されるようになったこともありついに1993年 FCC はモトローラ方式を AM ステレオの標準方式とする決定を下した。日本では1979年から室内実験が1986年からは 地上波においての実験が行われ1991年4月、モトローラ方式を標準方式とする決定を下し1992年3月15日9時に、モトローラ方式によって、東京と大阪にある民放5局で、ステレオ放送がスタートした。AM モノラル2波によるステレオから一波ステレオの、方式決定まで、編集日本での AM ステレオ放送の歴史は、 通常の AM モノラル放送を2波を使ったステレオ放送が1952年12月から1965年4月までよく行われており人気を集めていたお参照のこと。しかしこの2波ステレオも FM ステレオの登場とともに姿を消した。こういう刺激もあってのことか日本でも1962年から約2年間 TBS ラジオが放送終了後に AMFM 方式によるステレオ放送の実験を行っていたが実用化には至らなかった。日本での AM ステレオ放送の機運が高まってきたのは1979年になってからのことで米の AM ステレオ放送の動きに刺激され NHK をはじめ民放各社が翌年頃まで室内実験を各地で行っていた。主な実験を挙げてみると同年2月にまず 文化放送が室内実験を行い、翌年には4月に BFCC が AM ステレオの標準方式にマグナボックス方式を採用したことが契機となり、日本放送が酸水電気の協力を受けて同方式による室内実験をマスコミ関係者に公開した。しかし、同方式の決定が翌年を白紙撤回されると、この室内実験は行われなくなり、 サイド米 FCC の決定待ちの状況となった。その後1982年3月の米 FCC の5方式全部認可の決定を受け同年、日本民間放送連盟は中派専門部会の中に中派ステレオ放送分科会を設置。米で認可された前後方式について室内実験及び検討を行い、1985年に報告書を発行した。 この報告を受け1986年放送技術開発協議会が前年に行われたつくば万博用の会場に開設された期間限定の中波ラジオ局ラジオキラットの施設を受け継ぎ1988年まで実験放送を行ったラジオキラットの技術を担当した文化放送の技術スタッフが引き続きこの実験局に常駐し出力を変えたり アンテナ特性を変えたりして、送受信特性を調査した。またこの時、同期中継のテスト用に中継局、ビティステレオ実験2の運用試験も行われた。1988年11月、2年間の実験結果の報告書が郵政省に提出された。その結果はであった。郵政省は、この報告を受け1989年1月に、電気通信技術審議会に対し、 中波ステレオに関する技術的条件について、日本の標準方式は、どの方式を採用するかということと、技術基準をどのように設定するかを諮問した。最終的にこの時点で、モトローラ方式とカーン方式の2方式に絞られ、その後、東京の NHK ラジオ第一、TBS ラジオ、文化放送、日本放送の実用送信機を使って、実験、評価を行った。 その結果、1991年4月、電通疑心は、モトローラ方式を標準方式とする結果と、同放送の技術基準をまとめた報告書を郵政大臣に提出。これにより、モトローラ方式が、日本の AM ステレオ放送の標準方式となった。これを受けて、その後、電波法省令の改正、中波ステレオ放送に関する技術基準の策定が、 行われ1992年1月16日に施行されることとなった。本放送に向けての試験電波発射。編集これを受け1992年初頭に、郵政賞はまず、TBS ラジオ、文化放送、日本放送、毎日放送、朝日放送に AM ステレオ放送の予備免許を交付した。放送の行われていない月曜日の早朝、およそ2時から4時まで、 試験電波の発射は行われた。東京ではまず同年2月9日に文化放送が同放送の試験電波を約15分の短い時間で発射。翌週の2月16日には TBS ラジオと日本放送がそれに続いた。文化放送は2年間のビティステレオ実験の技術を担当した経験があってか調整もスムーズに済み、3月2日の試験電波では には高くアナウンサーによる音楽とおしゃべりによる生放送の DJ まで行うほどの余裕があった。3月9日の最終試験ではおよそ15分のわずかな時間で試験電波発射を終えた。日本放送も予定通り調整を終えた。TBS ラジオは独自に制作した男性アナウンサーによる説明ナレーションの入った約7分のステレオ試験放送用のサンプル番組を繰り返し、 放送した。左右のレベル調整等に苦労し最終試験の3月9日は、ステレオ試験電波の半分を、その調整に費やしたが、試験電波終了日の放送開始前までには、過労死て間に合った。雑誌、ラジオの制作1992年4月号のカラーページに、2月16日の試験電波放送中の、戸田送信書の詳細レポートを掲載している。本放送開始。 編集同年3月、前期の東京3局、大阪2局に対し優勢賞は、a m ステレオ放送の本免許を交付した。同年の1月か2月、最初に a m ステレオ放送を開始する放送局5局の申し合わせにより同放送の開始時間は3月15日9時、ちょうどに決定された。当初は4月開始で話が進められたが毎日、放送が、 選抜高等学校野球大会のラジオ中継を、ステレオ放送で行いたいという意向を示し、各局もプロ野球の公式戦開幕に合わせる形で、前倒しされた。TBS ラジオは、裏口直樹アナウンサーが9時までの瞬間を実況、同じ裏口が、パーソナリティの、ポップスベスト10へと繋いだ。文化放送は9時またぎで特別番組、ステレオ文化放送スペシャル今日まで、そして、 今日から、ウェルカムツーステレオを放送。9時までのモノラル放送時間帯を、ドイーマサル。9時からのステレオ放送時間帯を、ケイグラントとセーラ・ローエルが担当した。日本放送は、三宅雄二が、メインパーソナリティのステレオ放送開始特番。これが日本放送のステレオだ。ステレオオープニングスペシャルを放送した。朝日放送では当日、阪神甲子園球場での、 阪神巨人のオープン戦をステレオで生放送するところだったが、雨天のため中止となり同時間帯は朝日放送のスタジオにて、毒シサンダユ優ラの野球トーク番組に変更となった。この日、a m ステレオの携帯型ラジオとして発売されていたソニーの SRKM100、IWA の CRD60 の2機種は売り切れ続出で入手困難な状況で日本放送では、 まだ余っていて入手できる店舗を聴取者から電話で、募り、番組で再度その店舗に在庫確認を行って、その店舗を番組内で紹介し、在庫数を知らせていた。また、これらの機種が入手できないということで、AM ステレオ放送を聞くために、AM ステレオ対応の CD ラジカセや、ステレオミニコンポまで購入する客も、結構いたという、衰退期、編集。 NHK の中波放送がステレオ放送を実施しなかったことや、エ m ムステレオ対応機器を取り扱うメーカーが激減して2000年代後半で数機種しか生産されないなどの理由で、エ m ムステレオ放送は普及、定着しなかった。その結果、2007年の九州朝日放送を皮切りに、エ m ムステレオ放送を終了するラジオ局が続発している。加えて、 ステレオ放送に必要な装置が生産を終了し、放送局側のメンテナンスに支障が出てきたことから、2010年には、毎日放送、朝日放送など5局が、エ m ムステレオ放送を終了し2011年には、TBS ラジオが、2012年には、文化放送と東海ラジオが、エ m ムステレオ放送を終了するなど、今後もインターネットラジオや FM 派による、イマル放送など、 AM 放送以外でのステレオ放送が普及するのに伴って AM ステレオ放送の運用を終了する放送局は増えていくと見られている。過去に実施されていた放送局編集 IP サイマル配信における AM ラジオ局のステレオ対応状況編集サイマル配信を行っている IP サイマルラジオラジコのビットレートは全局統一で HEAAC48kbps のステレオを採用している。この再生形式により、音声方式の傾向については現在、AM ステレオ放送を行っている放送局、AM ステレオ放送を運用終了して、モノラル放送に戻した放送局、元から AM ステレオ放送を行っていない地方放送局、これらのラジコ参加放送局の大多数が、 ステレオ音声で配信しているが一部の放送局は、モノラル音声による配信となっている。ラジコにおける放送局ごとの音声方式については、ラジコ配信実施放送局と対象地域を参照2本で過去に発売されていた、AM ステレオ対応受信機については、AM ステレオ対応受信機の歴史を参照2本。 国内向け製品は大手電気メーカーのほとんどが1990年代後半から2000年代前半に AM ステレオ対応機器の生産から撤退した。ほとんどの機種が FM、AM ステレオ表記あるいはソニーなどは AM ステレオといったロゴを冠していた。ポータブル型はデジタル選曲式はパナソニック RFHS90、HS70 を最後に2001年をもって アナログ選曲式はソニー SRKA300 を最後に2011年5月2日をもって生産終了した。また単品オーディオコンポーネント用の末置き型チューナーユニットについてもパイオニア回 d 3が2013年に生産終了したため AM ステレオ対応チューナーの現行機種は存在しない。ありがとうございます。